そう、めちゃくちゃ混ざるの。それが一番大事、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよみたいなね。な、違うじゃんってなって、友達にそれ、この間この間エデンで歌ってたら、友達がなんか10秒ぐらいなんか考え、こんな、うん、って考え方で、それ違う曲じゃないって言われて、え、あ、本当だってよく混ざるんですよね、いろんな曲が。Sorry, I was just singing. I think it's the same song, but all the time when I sing it, my friend said, that's a different song. You just mixed up a different song together. I was like, what? No! And they show me on YouTube and it's a different song. And I was like, oh my god. いやー、歌はいいですよ、皆さん。ありがとうございます。アニソンももちろん、あ、そう、最近なんかあんま僕アニソンの話してないなと思ったけど、アニメソングとかも大好きですよ、普通に。僕はね、マクロスシリーズの曲が好きですね。特に、うわー、どっちかな、セブンか、フロンティアか、ベルタもいい曲多いんですけどね。そう、ルンピカって曲があって、なんか、ピカとルンが光れば、ウォーウォーって曲があって、あれがセプテンバーって曲にすげー似てるなって個人的に思ってるんですよね。セプテンバーって有名な、すごい有名な、これもよく CM 使える Do you remember? っていう Party up Never give it up みたいな曲があるんですけど、シンフォギアでも見たことないんだな。そう、ルンピカたまに聞いてるとセプテンバー聴きたくなったって、セプテンバー聴いてるとルンピカ聴きたくなってきたなってあるんですよね。どっちも大好きなんですよね。どっちもやっぱなんていうんですか、緩やかなパーティーソングなんですよね。緩やかかな、ガッツンガッツンガンガンっていう感じのパーティーソングじゃなくて、テンション上がるけど曲調はそんなに激しくないみたいな、ああいうパーティーなんかテンション上がれる曲っていいですよね。その音が激しいの苦手な人でも楽しめる、いい曲ですよね、2つとも。ジャマジュカーニバル懐かしすぎる。僕何歳や、僕幼稚園、僕まだ幼稚園かもしれないよ、ジャマジュカーニバルやった時。え、おじゃまじゃドレミ、いや、今おじゃまじゃドレミはなかったですよ。え、どこにおじゃまじゃドレミ要素ありました？全然お、え、おじゃまじゃいた？なかったですよ。今セプテンバーと、完全にセプテンバーとあれですよ。パーディア、ネブリデラペアって。あとピカとルンが光ればウォーウォー、これ全然関係ないですよ。おじゃまじゃドレミだったでしょ？どんなわけ？パパママ先生、神々おじさん、うるさいだなんてね、火山が大噴火ってやつでしょ。全然違うじゃん。ドッキリドッキリどんどん。全然違うじゃん。え、なんで？なぜだ？がっつりがっつりガンガンわかんないんですよ。あ、がっつりがっつりガンガンって言ったからか。あ、僕が今言ったからか、がっつりがっつりガンガンって。ガッチンガンガン、すごいコインシデンス、すごい偶然、全然そんなつもりなかった、何のつもりもなく、ロジャマジョドレミの水はつぼっちゃった今やだ、ここ切り抜かないでくださいね、恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしい。あと音楽ネタですよ、切り抜くの結構あれですね、リスキーだからね、やめといた方がいいですよいや、ひどかった、やばかった、びっくりした、本当にびっくりした今。そんなことあります？何のあれもなく、何言葉にもならないダメだ、言葉にできない、言葉にできない、あー面白い